今年の秋に初めてタントリックジャーニーを受けました。前から以前から私には子どもの時からのトラウマがあって、以前から永遠のマッサージ、子どもの時にトラウマがあると永遠というところに、永遠というのは膣と肛門の間にある筋肉なんですけど、そこが安定しないと、いろんなことが安定しない、精神的にも生活もいろんなものが安定しない、そこをに問題があるのではないかと、考え方としては心の問題を体を治すことで体の方から心を良くしていくっていうやり方なんですけど、それを聞いて以前から永遠のマッサージ、タオマッサージ、タントリックジャーニーがやっていることと同じことに興味がありました。で、私のセオリーはエブリデイハッピー、エブリデイスマイル、でも時々いろいろな苦しみとか悲しみとかが少しずつやってきて心に溜まってしまいます。その時にはそういったものが溜まってきていろんなことが整理がつかなくなった時に、偶然この秋にタントリックジャーニーに日本で出会いました。セラピストの名前はカイホ、若い男性だったんですけど、とても気遣って、タントリックジャーニーを私に与えてくれました。その後の私の変化はとても驚くものがありました。いつも眠れなかった、子供の時から布団に入って1時間も2時間も眠れなくてゴロ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 してベッドに行くのが怖かったんですけど、ベッドに入るとすぐに眠れるようになりました。あとセックスもとても痛くてできなかった。セックスも長い間、私は結婚していたんですけど、 I was married、 結婚していたんですけども、旦那さんと私はセックスができなかった、だけどもうそれはとても痛くて、日本人の男性は少し一方的なセックスをします。そして女性はそれを我慢するという日本の独特の風潮があります。私もそれに準じていたかもしれません。日本人の中では私は割とノーとかイエスをはっきりと言える人だったんですけれども、それでもやっぱり日本人なので男性にはここまでしか言えないとか、そういったものがあってセックスの時にも思ったことが言えない、そして痛いのを我慢したりとか、それが積み重なってくると体はどんどん閉じていって、私はセックスができなくなっていました。でそれもタントリックジャーニーの後にとても素敵な人に出会って、私はそれができることに気づきました。そしてセックスっていうものがとても嫌いだったんですけど、今は嫌いではありません。それ自体がその行為だけが好きかというとそうではないんですけど、そこにある愛とか自分を大切に扱ってくれる相手の心とかを受け取るその瞬間が私は今は好きになりました。そういうセックスとか、いろんなセクシャリティの部分だけじゃなくて、精神的にもとてもよく私は笑うようになったし、あとそうですね、朝も必ず同じ時間に目覚めるようになったし、いろんなことが大きく大きく Everything is change しました。そして私はそのことを女性の友達に話しました。女性の友達6人に話しました。1人はとても今に満足しているからタントリックジャーニーに興味はありませんでした。でもあとの5人は私と同じようにいろんな心の痛み、トラウマ、そしてセックスの時のペイン、痛み、いろんなものを抱えて苦しんでいました。その5人の女性が私に言いました。タントリックジャーニーを、私は自分が受けたセラピストの男性を勧めたんですが、タントリックジャーニーを男性から受けるのは怖い、もしも私がタントリックジャーニーをできれば彼女たちはトライしてみたいと言いました。それを聞いて私はここに行かなければならないと思いました。それは彼女たちのためではなくて自分自身のためにも、そして私は本当はマウイに行って、1ヶ月半の間タイマッサージをしてアルバイトをする予定だったんですけど、そのチケットを捨てて
ここにやってきました、うん、私はここに来て前よりももっとたくさん笑うようになりました。私にとってはビッグチャレンジ。 I can't speak English and I can't hearing everything。 でもとてもビッグチャレンジだったけど、いろんな人たちに助けてもらって、そんなに日本語もわからないでよくこんなとこに来たね、まるで侍だねと言われて、なんかそんな中でもっともっと笑うようになりました。そしてタントリックジャーニーという、あのやっぱり人の肌に直接触れるっていう行為が、私の中ではやっぱりエネルギーの循環になるので、手を通して伝わる彼らの息遣いとかエネルギーとかが私の中でさらにパワーになって、また私の近くにいた、これは私の気のせいかもしれないけど、私の近くにいた笑わない人が少し笑ってくれるようになったように思います。そうやってエネルギーを交換できたことが一番のエクスペリエンスで、私の中でもその温かさを受け取るという行為がより素晴らしいことだということを再発見できた貴重な体験でした。 And how is Mal as a teacher? マルは怒ることがなくて、例えば私がとても厳しいことを要求をお願いしても、いつも笑顔で、面倒くさくてもいろんなことを聞いてもいつも笑顔で答えてくれて、とっても大きく温かく包んでくれる先生です。だからやっぱり彼が女性を癒せる手を持っているというのは本当のことなんだと思います。 Why do you think that this work, this tantric journey massage is important for people and for the world? これはそうですね、タントリックマッサージは、例えばそのヨニとかリンガの部分っていうのは日頃みんなが忘れています。本当はとても大切なものなんだけど、メイクアップをするみたいにここを見ることはありません。でも顔や手や体と同じぐらいすごく大切なところ、そこを癒すことによっていろんな心の病気とか心の悩みとかトラウマとかが癒されていって、心の中にスペースができる。そのスペースに新しいものが、スペースがないと新しいものが入ってこないけど、タントリックジャーニーによって癒された心、余計なトラウマとかを手放したところで新しいものが入ってきてくれるという、本当にあの新しい人生の旅立ちの入り口を作るような、そういったものだと思います。